ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっと今回は私、釣りをやっていこうかなと思うんだけれど、とりあえず、はい、釣り竿を取り出して、これも普通にショートカットで一瞬で取り出せるということが分かったから、十字キーを使えばよろしいのね。3DS と同じ。さあ、何が釣れるかなー。これで多分またさらに、ね、お金稼ぎの方法が増えたので、やった、サンゴめっちゃ復活するやん。え、てかこんなに復活するもんなん？ちょ、待って、今魚影があったぞ。これはちゃんとその方向に投げないと来てくれないんじゃないの？そっちじゃない、そっちじゃない。え、てか、魚早くね？さあ、来いよ。来いよ、来いよ、来いよ。お。何が釣れるかな？初の魚。はい、来たー。ん？クラゲ！クラゲを釣り上げた。もう夏も終わりかな。いきなりクラゲ？なんか、珍しくない？あれかな？街に行こうよではそんなに珍しくないんかな？なんか今、でっかい魚影が、おったけど。ほら、めっちゃでかくない？誰？鈴木とかその辺かな？来い。はい、来たー。ん？かな？鈴木を釣り上げた。またお前か。ここでもまたお前かと言われてしまうのね、鈴木さん。鈴木さん。ああいう、こう砂場のところじゃなかったら、いないのか？魚は。え、魚少なくね？え、魚少なくね？めっちゃ。ね、ちょっとびっくりなんですけど。ちょ、待って、魚も気になるし、虫も気になる。とりあえず、魚の方へ。虫は向こうへ行ってしまった。ちょ、待って。めっちゃ泳ぐやん。はい。さあ、来い。目の前に垂らしておいた。おう。はい、来たー。クラゲはまた。クラゲはどうなんやろ？高く売れるんかな？でもなんか、追川は、ぐらいの小さい魚でも、確か200ベルとかやったと思うよね。まあ、大きさは関係ないんやろうけど、珍しさの方なんやろうけど。でも、及川に比べたら多分クラゲの方が珍しい気はするけど、でもポンポン釣れよるけん全然珍しくないんかな。え、もう全然違う方向を向くし。え、びっくりした、おらんくなったかと思った。てか、この投げる瞬間をさ、全然、枠の中に入れてくれないから。あと一回ぐらいやった、きっと。なんかこう、どのあたりに投げたらいいんかが全然わからないんだけど。なんか、あ、追ったと思って、ね。釣り竿、投げてもさ、めっちゃなんか、全然違うところやったりとかするやん。もうすでに泳いでいってますみたいな。は、なに？どうした？初めての。ねえ、アイナちゃん。何事もマンネリは良くないじゃない？何さ？だから私、イメージチェンジって大事だと思うの。とりあえずそろそろ口癖を変えたいんだけど、どう思う？何さ？いや、そのままでいいでしょ。あなたって意外と守りに入るタイプだったのね。期待してたんだけど、残念だわ、何さ。なんかがっかりされてしまった上に。でっかい魚影が。川でこんなでっかい魚影現れる？川だよね、これ。え、鈴木じゃないよね、別に。来いよ。おー。はい、来たー。誰？雷魚を釣り上げた、別名スネークヘッドだ。え、雷魚って普通に高いやつじゃない？違う？別名スネークヘッド。気持ち悪い。蛇が嫌いやけん、もうスネークと聞くだけでね、おぞましい。これは、あーでも珍しいやつなら寄贈したい、寄贈したいけど、お金にも変えたい。とりあえず金額見ようかな。さあ、来いよ来いよ。お、これ及川やね。
お、イカを釣り上げた。ふんふん。やべとも言うのか。こういう釣りの時とかの言葉、その魚に対してのセリフは変わってないんかな。なんかそんな感じの言葉やったことない？飛び盛りでも。とりあえずあの、雷魚の金額が知りたいです。すごく知りたいです。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ、ご自由にご覧になったらなも。はい。はいはい、どんなご用だなも？売りたいの。何を売りたいんだも？とりあえず、カーソルが出てくれないかしら。え、全くなんか出そうな雰囲気が あった。ライギョ。いくらですか、これ。ほら、5500ベルやって。それなら5500ベルで買い取るんだもん。これは売ろうか。もう売ってさ、一気にローン返済した方がいいやん。毎度あり、他にも何か用があるんだもん。もうあの図鑑は、ゆっくりゆっくり埋めていこう。まあ、図鑑があるんかどうかわからんけど。ってことで他のも売っていこう。やばくない？絶対ライギョあれやん。珍しいやつやって。レアやって。やった。速攻で。だって1万何倍やったよね。1万4000とかやった？あの、ローン。じゃ、早くカーソル。あ、やめろ。ちょっとやめません。売ります。一回出てきたらずっと出たんやけどな。ちょ、待って。はい、売っていきまーす。とりあえず私は、まずお金を稼ぐということに決めました。それなら全部まとめて1510安っす。全部まとめて1510安くね。安すぎね、ちょっと。クソかよ。クソかよ。つら、ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだな、もう。ってことで、まあ、きっと珍しかったんであろう、雷魚。ふぅ、速攻で田之吉の懐に。速攻で。いや、懐にってか、でもお金をもらったのは私だからね。珍しい、魚が、たぬきちのもとに。あ、でも川でそんなものが釣れるのか、すげえな、やべえな。なんかちょっとだいぶ希望が持ててきたな。なんか私、めっちゃ運味方についてない？やばくない？超嬉しいんやけど、とか言ってポコポコ釣れたらどうしよう。それはそれでお金的には超助かるんやけどね。私はもう、ちょっと今回、あの、雷魚でね、だいぶこう、だいぶローンの金額に達せそうな感じになったから一気に。もう私は今回のこの回でローンをすべて返済したいと思います。ちょっと、動きまくんじゃねえよ。多分君釣ったことない子でしょ。多分。大きさ的に。さあ来い。へいへいへい。ほう。はい、来たー。ゴミ。空き缶が釣れた。捨てたらあかん。これは、あれじゃない？有料で引き取りとかになるんじゃないの？やめてよ。私が今、コツコツせっせと、お金を貯めていることを知っているでしょ？誰によるかは知らんけども。ちょっと待って。この辺の貝を拾って。なんか、一日のうちにこんなに貝復活してくれるのめっちゃいいね。超いいね。とりあえず、あれだわ、お金が稼げたらいいから、は虫も捕まえていきつつ、へっ、オッケー。銀ヤンマを捕まえた。銀色じゃないけどね。なんで銀ヤンマって言うんやろ。てかめっちゃ思うけどさ、住人たちの移動距離エゴくないっすか。いやなんかね、次の日とか、なんかめっちゃ時間が空いた後とかならわかるんやけど、なんかね、数分前まで別の場所におらんかったみたいな住人がさ、すごい遠くにおったりするけん。みんな短時間でめっちゃ移動するやんって思ってビビるんやけど。あ、あれ、クワガタじゃない？いいぞ。多分、セミよりはいいはず。はい。やったー、ミヤマクワガタを捕まえた。くー、冠がご立派です。
どうなんやろ、高いんかな今のコメント的に。そういうことじゃないんかな。でも、宮のクワガタって別に普通におりそうやけど。どうでしょう、あ、アゲハ。捕まえてこ、捕まえてこ。よし。アゲハチョウを捕まえた。アゲアゲだ。結構なんか虫捕まえるの上手くなってきたことない？この、なんて言うんやっけ。この、リモコンを振って捕まえるの。さてさて、売りさばいてこよう。これで溜まったかな、お金。いらっしゃいませ。どうぞどうぞご自由にご覧になったらなも。はいはい、どんなご用だなも。売りたい。何を売りたいんだも。あ、もうあと一枠やったんや。さ、すべて売って、あ、でも空き缶はちょっと放っておいて、放っておきまして、ブルーギルとかミヤマクワガタいいと思うんやけどな、どうすかね。それなら全部、お、やったー !3490 ベルで買い取るんだも。これで1万いった。毎度あり、他にも何か用があるんだもん。いいよ。そうなのね。ご用があったらまた声をかけてたなもん。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだなもん。ちょ待って、あれだな。スコップも買っていこうもん。いらっしゃいませ。どうぞどうぞご自由にご覧になったらなも。はい、スコップください。それはスコップだなも。お値段500ベルだも。いかがだも。買っちゃいます。毎度あり。確かに500ベル頂戴しましただなも。あとアイナさん、スコップの使い方はわかる？よかったら使い方を説明するだなも。大丈夫。それならよかっただも。便利な道具だからきっと気に入るだなも。これで道具類は買い占めたぜ。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだなも。もうね、私はね、雷魚のおかげでウッハウハだからね。さあ、一気に詰めていこうじゃねえか。とりあえず。ちょ、待って。とりあえず。く、出ねえか。ちょ、あれだよね、穴とかもちょっと探して、掘っていきたいんだけど。あ、でかい。こいつはでかいぞ。ちょ、待って。釣り竿だよ、釣り竿。さあ、来い。ほら、だいぶでかくない？鈴木かな？海の場合はね、でかくても、鈴木の確率がすげえ高いからな。え、でもでかっ。来いよ、来いよ。ほっ。来い。さあ、なんだなんだ？おお、でかっ。A を釣り上げた。イエーイ。寒いよ。シャレが寒いよ。でもいいんじゃないの？どうなの？ちょっと待って。違う、間違えた。拾いたかったの、貝を。どうなんやろ。でもこれは？これもでかくない？でもこれが、これはさっきの A よりかは小さいね。逃げたし。なんだって小さいだと？だったらいいよ。釣られてやらねえよ。みたいな。釣られろや。ちょっと待って、そこの。ちょっとそろそろ私はまた、たぬき商店に向かおうかと思っているよ。ああ、持てんやん。じゃあ逃がすよ。あ、残念。じゃあもう、たぬき商店行くしかやねん。とりあえず、ミヤマクワガタと、さっきの、エイをゲットしたけん、なんとなくちょっと強気な気分でおるんやけど、どうやろ。え、なんか音、びっくりしたアイテムやと思った、今めっちゃ。誰か落とし物したと思ったし。なるほどね。なるほどね。はい、来ました。いらっしゃいませ。どうぞどうぞご自由にご覧になったらなも。はいはい、どんなご用だなも。売りたいんです。何を売りたいんだもん？とりあえずね、私エイの値段が知りたくって、エイと、あと、ミヤマクワガタも知りたいかな。エイはいくら？
お、3000ベルめっちゃいい。ほら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 、やっぱり高いやつバンバンゲットしよるんや、私。ミヤマクワガタは？これ何？シャコガイも高いやつじゃない？え、落ちとったこれ。なんだかわからずに拾ってる。そんなに高くの微妙やね。でも落ちとるって考えたら高いんかな。他は？あの、違う、カタログじゃないんだよ。カタログじゃなくって、ダンボールとかいらんし。ね、売りたいの。あの、どこ？ミヤマクワガタ。これ値段は？1000ベル。なるほどね。まあ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 、でも、村の中におる虫の中ではいいんじゃないかな。多分。でもこれ多分あれよね。あの、飛び森みたいに、島とかがないやろうけん、もう本当に村の中で稼ぐしかないって感じなんかな。全部まとめて903。あ、これでもう、あれや。返せるよね。16,850。だって全部で18,000とかやったやろ？もういけるやろ。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるからもう。魚釣りは稼げるね。いいね、魚釣り。さあ、これで、役所で支払えるんやっけ？あっこに確か ATM が設置してあるんじゃなかったかしら。さあ、これで、あー、ローンから解放される。意外と早く解放される。嬉しい。ちょ、待って、役所どこだ？結構下の方やったっけ？あ、これや、これ。はい、来た、役所。さあ、お引越し早々、ローンを返済しに来ました、私です。いらっしゃいませ。任天銀行、あいなむら支店、ATM。任天銀行やって。ローン返済。足りてない。足りてないやん、全然。何が返済しに来た私ですよ。あと2、3000ぐらい。頑張るね。頑張るね、ペリコさん。あれよね、多分。そのうちペリオさんも出てくるはずよね。もうちょっと、頑張って。さあ、いないかね。高級魚はもう、泳いでいないかね。でっかい魚へ来いよ、でっかい魚へ。お、サメ！サメ！ねえ、サメ！うるさい。え、やばくない？やばくない？私めっちゃ運いいんやないん。え、ちょっと待って。あ、雷魚に、エイに、サメ。これトリプルで釣れたらすごくない？来いや、来いや。うん。お願いします。おー、これ釣れるやつ！マンボウ！マンボウ釣り上げた。マンボウ。え、めっちゃいいと思う。絶対これ5000ベルぐらいいくんやない？え、もうこの1匹でいけたって。いけたわ。最強だわ。え、めっちゃついてる、私。やばくない？いやー、運がいいんすね、私。なんだかポコポコといい魚を釣り上げてしまって申し訳ないね。たぬきっつぁーん。たぬきっつぁーん。私はもうルンルンで売りさばきに来るよ。本当は寄贈したいところを涙を飲んで私は売りに来たよ。はいはい、どんなご用だらも？とりあえずローンを返済したいんです、私。マンボウ！かわいい。いくら？ 4000 ベルやった。思ったよりか1000ベルぐらい少なかったけど。え、でもこれでもういいよ、余裕で。返せる。返した上に2000ベルぐらい余る。イエーイ。さあ、今回こそ、ローンの返済に向かいます。やった。やってよ、ペリコさん。やったよ、ペリコさん。ちょっと感動なんですけど、私。ふう、あっという間だね。あれ、なんか、飛び盛りに比べてお金が稼ぎやすいな。だいぶ稼ぎやすいな。
よしよしよし。私はアイナ村でたくましく生きてます。いらっしゃいませ。任天銀行アイナ村支店 ATM。ローン返済します。今度こそ返済しに来ました。はい。18,400 ベル。はい、オッケーでしょう。お客様のお借り入れ残高は0ベルです。ご利用ありがとうございました。やったー、ペリコさん拍手してくれありがとう。よかったー。お家の代金全部払い終わった。ふぅー、やったぜ。ってことで、これはタヌキチに報告に行くんかな、まあ、とりあえず報告に行きますか。多分この一段階だけじゃなくって、これからどんどん段階、どこだこれは。こっちか。これからどんどん家の大きさの段階とかもまた、何？そうだ、エナちゃん。今日はあんたにプレゼントがあるんだ。ズバリ。あたいの新しい口癖、考えさせてあげる。結構です。ほら、こういうのもファンサービスの一つだしね。わお。やらない。え？それってもうあたいのファンをやめるってこと？いつ私があなたのファンになったの？いやー、ダメ、やだ。許さない。口癖は変えないから、これからも友達でいて。わお。それは全然いいよ。かわいいな。かわいいな。いいね。タンタンさんもかわいいわ。私の心のアイドルはアデレードと言ったけれど、名前合ってるかな？アイドルと言いつつちょっと、自信がないんだけど。どうもどうも、アイナさん。お家の代金全部払ってくれてありがとうございましただなも。アイナさんならちゃんと払ってくれると思ったんだなも。ところで、今のお家ってちょっと小さすぎない？ここらでもう少し大きなお家に建て直すといいんだなも。その方が家具もたくさん置けるんだなも。ね、そうするよね。ほぼ強制、お願いします。やっぱりね、アイナさんならそう言うと思ってた。それじゃあ建て直すとして、新しいお家の屋根は何色がいい？あ、色変えてくれるの？やった。なんか違う色ある？これはどう？ピンクがいい。はいはい、ピンクにするのね。かしこまりましただなも。そっか、エクステリアっていう、あれ、シリーズみたいなのがないけん、その代わりにここで屋根とかは変えてくれるの？じゃあ、明日には建て終わってる予定だし、楽しみにしててね、だなも。やった、嬉しい。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだろもん。ふぅ。さあ、またしても新たなローンを組まされてしまったわけだけれども。はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ポコポコ高級魚が釣れるし、よかった。高級魚はね、あれ。ちょっと私の中での基準が低いかもしれんけど。まあ、よきよき。